はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってきてもこちらということになるんですが、1871年で戸籍法で市民平等にはなったとはいえですね、家族とか士族ですね、今までむちゃくちゃ偉い貴族でしたよとか、今まで大名のお殿様でしたよとかいう人がいたとしますよね。そういった人たちをですね、単純にですね、じゃあ市民平等だからよって言って、おっすって、現地かみんなつって、もう市民平等やからもうさん付けやめてくれやとか言ってなわけないやろそりゃいきなり変われっちって変われるもんやったらこんな苦労することはないぞということになるわけなんですけど、まあ、今ないその、戸籍法があっても家族は家族ですよと、士族は士族ですよというふうな感じで、まあ、残りましたよというのが、まあ、1871年の戸籍法ということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。